はい、どうもガシンです。今日は1日1つ春国冊の第8弾になるんですかね、やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、で今回の春国冊は、コンボ中に補正を切って相手の不意をついた、ところに春国冊を決めるという形になってるんですけれども、まあ、口で言うより目で見た方が早いのでちょっとまあ見てみてください。これめっちゃ強くないですか。しかもねジャンプ台形から決めるとこんだけ補正切りがいけてるので、まあ600くらいいってるんじゃないかっていうぐらいダメージが入ってるんで、これぜひあのものにしていってもらえればなと思います。はい、でやり方なんですけれども、やり方はすごく簡単です。鳥が発動中に膝竜巻が入ったらもうこれ狙い時なんで、まあ膝じゃなくてもしゃがみ中パンでもいいですけど、コンボ中に例えばこういうジャンプ中継から当たったと思ったらこんな感じで狙うっていうのもできるので、まずはね、弱竜巻が当たったら狙い時だと、発動中にね狙い時だっていうのを覚えてください。でコツはまずはこれを覚えなきゃいけないです。普段使い慣れない立ち中パン中ンピっていうのを覚えてほしいんですけれども、この立ち中パンラカンピーっていうのが、ごめんなさい、アタックじゃないね、キーディスだね。こんな感じですよね、操作的に。立ち中パンラカンで派生の P、弱 P、これ弱 P にしてください。まあ指してると思いますけど、春国冊に必要な弱 P なのでこれは弱 P でやってください。で立ち中パン、こんな感じですね。これをまずテンポよく出せるようにしてみてください。でテンポよく出せるようになったら次はこの練習、この練習ですね。この練習をしてください。でこの練習をしたらその次ほとんど変わらないですけれど、2回押す、弱 P を2回押す。これ何の弱 P かっていうと、この後にレバー入れて弱 K と立ち台 P で春国冊が出るので、ここの羅漢 P、 羅漢 P を利用して弱、レバー弱 K 立ち台 P かっていう感じでやるので、ここをテンポよくできるように練習してください。こんな感じでね、弱弱で慣れてきたらこんな感じ、まあ、もうこれでわかると思うんだけれど、弱弱レバー弱系立ち台 P まで最初のラカン、立ち中盤からラカンをして弱 P トントンって2回押した後にレバー入れて弱系立ち台 P、 これをテンポよく、出すだけなんですけれども、ここでちょっと問題があるんですよ。これ何が問題かっていうと、ですね、あんまり高速で入力しちゃうとこれ見てから飛ばれちゃうんですよ。春国冊の暗転を見てからジャンプしてかわされちゃう、それは全然良くない春国冊になっちゃうので、相手が着地したところに春国冊を入力できるようにしてほしいっていうのが一つ、コツなので、これも忘れずに、このタッチパン当てたとほらちょっと浮くでしょ、ちょっと浮いてから着地するので、この着地に合わせて春国冊を狙ってください。まあ、こんな感じですね、こんな感じで。これだったら見てから飛べない春国冊になってるので、ここ、勘違いしないように気をつけてください。はい、それで、この春国冊ね、一つ弱点みたいなところがありまして、何が弱点かっていうと、とっても分かりやすい、このタッチシューパン来た時あれ補正切ってくるって思っちゃうんですよ。絶対こっちの白い方の動き側はね、あれこいつ補正切る気満々やんみたいな。なのでそこでいきなり春国冊しても絶対にバックジャンプしてくる人って、知ってる人は特にね、してくるはずなので、そうなった時のためにこっちの引き出しももう一つのタクも用意しといてほしいなと。こんな感じで中足波動を着地に合わせてヒットしてたら視野まで、
こういう感じで技を重ねる方も、タクとして持ってると非常に強力になる。これやられるとどっち食らってもやばいじゃないですか。飛ばなくてもやばい、上入れっぱしてもチュアシハード食らっちゃうみたいな感じで、どちらの引き出しも持ってることによって相手の動きを制限して瞬後複雑を最終的に当てるっていうことができるので、この辺もね、まあ長期戦とか3先5先とかやってたら、1戦目に瞬後複雑決まったら今度は逆にチュアシハードを決めるとか、どっちの引き出しも持っていると瞬後複雑も決めやすい、 CA も決めやすいっていう感じになるので、ぜひねこっちのタクもねちゃんとできるようにしておいてください。もちろん画面端でもねできるので、相手がピヨった時にこうやって発動してこういう瞬後複雑とかしてもいいので、まあさっき言った通り引き出しを増やしてね、こう見せといてこういうのとか、こんな感じで持ってるとめちゃめちゃ減るでしょ。だからねここら辺をちゃんと頭に入れて整理して、今はこっちのルート行った方がいいとか状況を見て、使い分けれるようにしてみてください。はい、ということで今回の動画はこれで以上となります。もしねなんか質問があればコメントの方で、書いてもらえれば、私必ず返事するようにしてますので、よろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。